力を伝えるっていうところができないと、まず球速はなかなか上がりにくいですね。つま先からつくのか、かかとからつくのか、臀部ですね、お尻の部分。はい、平安天皇のつぐりゅうです。今日はですね、速い人に共通するですね、力の伝わるステップについてお話していきたいと思います。ワインドアップ局面の意識ポイント、注意するべき3つのポイントというところで動画を上げさせてもらったんですけども、今日はね、その次のね、ステップに関する意識ポイントっていうのをちょっとお話していきたいと思います。はい、ですね、ステップ、当然ね、野球ではね、平身運動という横の運動から始まって、その力を上に上げていく回転運動っていう動きがあるんですけれども、力をしっかり作って力を伝えるっていうところができないと、まず球速は、なかなか上がりにくいですね。しっかりそれが安定してくれば、球速に加えてコントロールも、ついてきます。まず1つ目、個人差があって、バラバラというかですね、その人に合ったものを見つけるんですけども、ステップ幅ですよね。まず、ステップの幅、これステップの幅と同時にそのまま向きとかも、今言っていくんですけれども、よくマウンドからですね、こうやって1、2って数えてからこうやってガッガッガッって掘ってですね、すごめがけて投げるっていう人もいるんですけれども、自分がしっかり力が伝わって土台を安定させて力を伝えた、形の結果何歩だったっていう話なので、何歩っていうよりはですね、まずは自分の力がしっかり伝わる幅を見つけるっていうのが、重要になってくると思います。そこの時に、重要なのはですね、幅を出すのはいいんですけれども、幅を出した時に例えば開きすぎで筋力が足りずにグラグラしてることもありますし、単純にバランスが悪くてグラグラしてることもありますし、そういうのを自分で何が原因かっていうのを、考える癖をつけてみてください。何回も同じように踏み出せるっていうのが重要なんですね。その同じ動作が繰り返せないような幅であればちょっと自分に合ってないのかなっていうところがあります。何回も同じように踏み出せるような幅をまず見つけてやってみてください。さらに重要というかですね、この上げて踏み出すときにですね、この臀部ですね、お尻の部分、この部分がですね、回転とかせずにね、しっかりまっすぐキャッチャー方向、投げる方向に対して平身で横に動いていく、これも意識してみてください。2つ目のポイントはですね、踏み出した足のですね、着地ですね、踏み出した足の足裏っていうんですね、これの意識、大きく2つに分けて、つま先からつくのか、かかとからつくのか、これってこれもですね、どちらが正しいっていうことはないんですけれども、僕はですね、どっちかっていうと、こう、かかとからつくタイプでした。これも自分で一回試してみて、さっき言ったように、かかとを意識した方が同じフォームでぐらつかずにつけれるのか、もしくはかかとを意識した方がつくのかっていう。つく方向によって何が変わるかっていうと、当然、かかとからついた場合っていうのは、最後につま先がつくんで、体重はつま先方向にこう流れやすくなるんです。なのでこれを流れしすぎてしまうと前にそのままってしまう形になりますし、つま先からついた場合っていうのは次にかかとがつくんで、体重がどっちかでこう後ろに押し戻される感じになるんですね。なのでこれをしっかり踏ん張るっていう、でそういうつま先からつく、かかとからつくっていうこの違いも、理解してほしいなと思います。この踏み出しの足の裏ですね、どっちからつくのが自分に合ってるのかっていうのをやってみてください。今日はですね、ステップ局面についての2つの意識ポイントをお話ししましたけれども、1つ目がですね、ステップの幅、踏み出しの方向ですね、を意識して同じことを繰り返しできるような感覚を身につけてほしいっていうところと、2つ目、かかとからつくのか、つま先からつくのかっていうですね、この幅とその踏み込み足の組み合わせっていうだけでも結構ね、いろんな組み合わせあったりですね、あるんで、ぜひね、これをね、自分で試し、いろいろね、考察を繰り返してもらうことでですね、コントロールの安定もつながりますし、力がしっかり伝わるとですね、当然、球速もアップしていくんで、それを繰り返してやってもらえればなと思います。KZS チャンネルですね、野球向上のね、役に立つような情報を発信していきたいと思ってますので、チャンネル登録、高評価、で、コメントですね、もしね、お悩みとかね、あるようでしたら、コメントにいただければね、それの動画を上げたりすることもできますので、また気軽にコメントしてみてください。